続いてご紹介するのがパピーテーブという商品でご紹介していきます。こちらの商品シリーズどういったアイテムでしょうか。はい、こちらは、子犬の、毛並み、生まれた生後3ヶ月までの子犬の毛並みのことをパピーコートというので、そのパピーコートをイメージしたボア生地を使ったアイテムシリーズになります。本当に昨年よりも今年の方がさらに毛並みが良くなっていて、そうですね、昨年からこちらはやっているシリーズなんですが、目付けを変えて、生地の厚みをより厚いものに変更したのと、毛先の部分ですね、こちらのように今までのものはちょっと毛先が尖ったものを使用していたんですが、今年のものは毛先が丸くなっているので、より肌当たりのいい生地になっております。これ結構触ってみて気がついたんですけど、かなり軽いですよね。そうなんです、見た目の割に生地の目付けが良くて、これ1枚の生地なんですが、これだけの厚みがあって、ふっくらしてボリューム感はしっかりあるんですけど軽いですね。はい、なのでブランケットも M サイズも 140×85 なんですけど、かなり軽くておすすめとなっております。はい、結構大きめです。で今年昨年は、3色で展開していたんですが、今年は4色に増やして、アイテムも5ウェイブランケットを追加して展開となります。ルームウェアはもちろんのこと、5ウェイブランケットも追加されているので、利用用途やシーンに応じていろんなものが展開されているので、さらにコーナー展開しやすくなってますね。はい、はい、であとはこれはルームソックスですかね。そうですね、いいブーツ型なのでそのまま履いていただいて、かわいいでこれがルームシューズ、はい、かわいいですね。もうほんとインテリアこれで一式揃えたくなるようなかわいさがありますね。ということでぜひご検討いただければと思います。